2022年も残りあとわずかとなりました。この時間は佐賀新聞読者が選ぶ県内重大ニュースをお伝えします。番組の進行は私増田沙織と佐賀新聞社の大熊智彦論説委員長の2人で進めていきます。大熊さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、佐賀新聞社では今年も県内重大ニュースの読者投票を行い、たくさんのご応募をいただきました。ありがとうございました。候補となった20項目はご覧の通りです。一昨年からコロナ関連の話題が上位にランクインしています。大熊さん、影響はまだ続いていますが、今年は多くの大型イベントがコロナ前に近い形で開催されましたよね。はい、そうですね、新型コロナの感染は、今年も収束したというような言える状況にはなりませんでしたけども、随分と落ち着いてきたなという印象がします。感染防止にこう気をつけながらも、ウィズコロナということで社会は動き出して、県内最大のイベントである唐津くんち、バルーンフェスタも通常通りの形で行われました。はい、多くの観光客が訪れ、いつものこう佐賀の秋が戻ってきたなという印象がありました。現在第8波といわれる流行期に入っていると見られますので、もうしばらくはですね、人が多い場所でのマスクの着用とか手洗いなど基本的なこう感染予防に取り組みながら過ごしていきたいなと思います。そうですね。それに今年は比較的に自然災害も少なかったように思えますよね。はい、9月に入って迷走した台風11号とか、超大型と言われた台風14号が発生して、警戒する日が続きましたけども、幸い、佐賀県内では大きな被害はありませんでした。昨年はですね、武雄市や大町町などで豪雨によって深刻な被害を受け、現在もですね、対策とか生活再建が進められているところです。自然災害というのは、いつ発生するか分かりませんので、油断をせずにですね、事前にできる備えはしっかりと進めていきたいなと思います。そうですね。さあ、それでは早速10位から7位までを紹介します。10位はアサヒビール鳥栖に工場移転、2026年創業開始。9位は有田校春夏甲子園出場。8位は吉野ヶ里遺跡で10年ぶり発掘調査再開。そして7位は知床観光船沈没事故、有田町の2人死亡、1人不明でした。東京都に本社を置くアサヒビールは6月、福岡市にある博多工場の移転先の候補地に鳥栖市を選んだと発表しました。新しい工場の名称はアサヒビール鳥栖工場です。土地購入に91億円、その他の建設費用に400億円を投資する大型プロジェクトで、主力のスーパードライに加え缶酎ハイやアサヒ飲料の商品も製造します。鳥栖市はこれまでに2回ビール工場の誘致活動をした経緯があり、今回の工場移転は3度目の正直となりました。地元では高い経済効果に期待が集まっています。有田工業高校が春の選抜高校野球大会と夏の全国高校野球選手権大会に出場しました。初出場となった選抜高校野球大会では1回戦で東京都の國學院久我山高校と対戦、1回に先制を許し、その後も小刻みに追加点を奪われるなどして2対4で敗れました。夏の全国高校野球選手権大会の佐賀大会では粘り強さを発揮し優勝。9年ぶり2度目の全国大会出場を果たしました。有田工業高校は2回戦で島根県代表の浜田高校と対戦、1回に先制するものの3回に逆転を許し、
3対5で惜しくも敗れました。神崎市郡にまたがる国指定の特別史跡吉野ヶ里遺跡で9月、およそ10年ぶりとなる本格的な発掘調査が始まりました。調査は2023年度までの2年計画で、これまで手つかずだった日吉神社の跡地を対象に行います。ここは弥生時代の有力者が埋葬されたとされる北墳丘墓に近い場所で、11月には竿ばかりの重り部分にあたる剣が見つかりました。この発見によって吉野ヶ里に奈良時代役所が存在した可能性が高まりました。佐賀県文化財保護室は今後の成果に期待し、発掘のライブ配信などで積極的に情報発信をしていきます。北海道の知床半島沖で4月、観光船カズワンが沈没する事故が発生しました。乗客乗員合わせて26人のうち全員が未だに行方が分かっていないか、死亡が確認されています。この乗客の中に西松浦郡有田町の男性3人がいることが分かりました。3人は北海道を旅行中に事故に巻き込まれ、捜索で2人の死亡が確認され、1人は行方不明のままになっています。10位から7位まではご覧のようになりましたが、大熊さんいかがでしょうか。はい、10位から8位まではですね、明るいニュースがこう並んだと思います。はい、アサヒビールの工場は、地域のこう活力につながる大きなニュースになったと思います。雇用の創出とか、税収の増加などをこう期待されるのはもちろんですけども、全国的にこう知られている企業があるというのはですね、有形無形のこう効果を生むんじゃないかなと思います。鳥栖市は昔からこう交通の要衝と言われてきましたけども、改めてですね、地域力というのが評価されての選定だったのではないかと思います。はい、移転地 の新産業集積エリアというのは、農地法違反の問題でですね、分譲開始が計画より遅れていましたので、余計にですね、朗報になったんじゃないかなと思います。はい、新工場の創業というのが2026年と予定となってますので、計画通りに進んでいけばいいなと思います。有田高校の工業の甲子園ですけども、春夏連続で出場するというのは、技術、体力、それに精神力が揃っての、偉業だったろうなと思います。開幕の直前になってですね、部員のコロナ感染がそうでしたね、ありましたので、チームにはこう動揺もあったと思いますけども、精一杯の戦いを見せてくれたと思います。初戦突破はなりませんでしたけども、随所にこう見せ場を作ってくれたなと思います。ただですね、近年佐賀県勢がなかなか甲子園で勝てないという状況が続いてますので、来年はぜひですね、大舞台でこう勝利の喜びを伝えてくれればなと願っております。それと吉野ヶ里の発掘ですけども、私も調査が始まった5月の大型連休に現場を見に行きました。そうですか。はい、謎のエリアというふうに言われている区域の調査で、考古学ファンがいっぱいこう集まっておられました。知事とかですね、地元の人たちがこう出席して桑入れ式というのがありまして、発掘調査でこうしたセレモニーをやるというのは初めて見まして、期待がそれだけ大きいんだなということを感じたところです。そうですね。先月8世紀頃の青銅器の青銅製の竿ばかりというの重りが見つかりました。これからですね、さらに新しい発見があればなと楽しみに、調査が進むのを待ちたいと思います。期待したいですね。と、知床の観光船の事故ですけども、春の観光シーズンが始まる4月23日の発生でした。北海道ですから、まだですね、海の水っていうのはかなりこう冷たかったと思いますし、有田町の3名の方をはじめですね、乗船されていた人、その家族や知り合いの方々というのは本当にこう辛い思いをされたと思います。先日、事故調査の事故原因を調べている、運輸安全委員会の経過報告というのが公表されましたけども、甲板からこう船底につながるハッチの蓋がきちんとこう密閉されていなかった、それが浸水を早めたとこう指摘をされています。
基本的なこう整備とか点検というのを怠ってしまうと、こうした大きな事故につながってしまいます。命を預かるという、こう重要な仕事ですから、安全の上にも安全を心がけて、繰り返さないようにしていただければなと思っています。さて、それでは続いては6位から4位をご覧ください。